はじめまして、おっさん時々少年のおっさんです。今から調理編スタートします。生きたまま調理するのはあまりにも残酷かなと思います。今さらですが、一度冷凍庫に入れて絶命していただきます。それでは本日の食材、まずはバッタです。でかいでしょう。手と比較するとこんなもんです。下処理していきます。足はカマキリくんにあげます。前食べた時、羽がね、結構口に当たって気持ち悪かったので、気持ち悪いというか食べにくいんで、これで褐色型って言ったらいいんですかね。まあ小さいんですけど、プチって言ってる。よいしょ。これはスズメバチくんです。針見えますね。結構長いですね、これね。針はそのままで、羽と足だけむしりましょうかね。こんな状態だから結構取りにくいな。針が怖いし、刺さったらえらいことです。危ない。バッタのうんこが落ちてきた。ついてきた。黄色スズメバチ。これで下処理の完成です。次にコツのいらない天ぷら粉、こいつを水で溶いていきます。かき揚げにしましょう。今日はバッタのかき揚げとスズメバチの天ぷら。ちょっと生地固くしますね。いい感じだな。これで生地の完成です。スキレットに油を注いでいきます。そしたらこの黄色スズメバチから火を少し弱めます。続いてモンスズメバチ、そして最後にバッタ三種です。ちょっと温度が上がりすぎたので止めますね。もうあとはバッタだけなので、かき揚げっぽくしていきましょう。ここにバッタが見えますね。爆発しないんですね、意外に。ちょっと火を入れましょう。焦げすぎたんですけれど、見えますかね。スズメバチの毒針が見えてます。あんまり焦がしすぎるのも嫌だしな。衣も多すぎたな。火を止めます。
あとは余熱で火通していきましょう。完成しました。完成しました。スズメバチ、これ針出てたから多分モンスズメバチ、あとバッタのかき揚げです。そばつゆ、これをご飯の上にかけていきます。で少し混ぜましょうかね。あ、いい香り。ちょっと我慢できない。うん、やっぱこの缶のそばつゆが美味しい。そしてモンスズメ、黄色スズメ、バッタのかき揚げ丼です。スズメバチとバッタのかき揚げ丼、よいしょ。それではいただきます。まず黄色スズメバチからいただきます。うん、ちょっと焦げすぎましたね。なんか苦い、焦げすぎて苦いのかな。モンスズメバチ、うん、美味しいですね。例えようがないです。これ何も入ってないところですね。衣、うん、単なる天かすです。見えますかね。それではいきます。はん、ちゃんと食べてますよっていう、うん、しっかり揚がってるので美味しいです。うん、じゃ残りのももうあと一口でいっちゃいます。なんかね、あ、口の中に一瞬虫臭さが出てくるんですよね。うん、でもまあ美味しいです。普通に食べれます。ごちそうさまでした。やっぱスズメバチ素揚げの方が美味しいかもしんないです。これ水道水です。はあ、
また食べれそうな虫いたら挑戦しようと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。